はい、天草育です。ご視聴ありがとうございます。ハウスバーモントカレー、これ使いますね。そして中辛ですね。これ 400ml の水に対して、このね、2かけら1に2つだけを入れます。そして具はね、まあ冷蔵庫にね、あったやつね、これ、まあ玉ねぎ半分と、人参ですね。これだけで、ね、カツカレー作りたいと思います。はい、カレーができましたね。カレー久しぶりですけどね、カレーの中ではカツカレーが一番好きです。はい。これはね、ハウスバーモントカレーですね。中辛です。冷蔵庫にね、具はあんまりなかったんでね、まあ、玉ねぎと人参だけで、作りました。まあ、ロースカツがあればね、もう十分美味しいですからね。これでいっちゃいましょうね。豚ロースカツは事前に揚げておきます。よし。よし、いいでしょう。はい、それではいただきます。ロースとんかつ、うまいね。ハウスバーモントカレーね、中辛です、これ。玉ねぎと人参しか入っておりませんがね、とっても美味しいんですよ。うまいな。ここやね、今日は淡麗極上生、これいただきたいと思います。喉越しすっきりしておりますね。うまい。